さて、エクストラステージですね。ここの動作が、これよくわかんないね。挟まれても生きてるみたいな感じなのかな。リザレクション？今のを使うってことか。感じ、赤色をしておきたかった。青色は、向こうにもう一回行くことはできないんだよね。どういう形にしたいかな。赤いボタンをもう一回押しに戻るようなステージだとは思う。多分鎖はいるような気がする。腐りなくなっちゃうな。さっきこれどうやって、さっきどうやって乗ったんだっけ。あ、ブロックを押したのか。それをすれば、1、2、3、1、2、3、3マス。あ、でもゴールまで行けるんじゃないか。鉄球を、ゴールに向かう道のところに置いておければ、行けると思いますよね。だから、この鉄球をそこに置ければいいんじゃないかな。いくないな。これどかして。めんどくさいことになってきた。これをどかして、次に起動できるようにしておいて、こうつなげて、こう入って、こうだね。全然知らないギミック出てきちゃったんだよな。リ・ラインフォースド・ゴール。もうスイッチが信用できなくなってしまってるんだよね、ステージの。赤スイッチが2つ、青スイッチは4つ。青を反転させるとクリア。だけど、さっきと同じ要領で、こっち側から4つ何かをして、こっち側から4つ何かを押せればクリア。1、2、3、4、鉄球を全部使い切ったら4つ押せるか。これは何だろう、やっぱこっち側に入れれば勝てるような気もするけど、最初に2つ押さねばならぬ。だからここに持ってきちゃったブロックって今後取れない感するんだよな。ここに持ってきたブロックは今後取れないもんな。普通にやってたら中に入らないといけないのか。
連れてこれたでしょ。で、で、ここはブロックじゃなくて、弾でやってあげたかったんだよな。弾をここに置いておきたかった。そうすれば後から救出できるから。ほんで、あのブロックを、なんか取りに向かいたいなぁと思ってるんですけど、なんか1足りないんじゃないかな。1ピース足りない。出ちゃうもんね。ここで行ければ、この左側の小部屋に入れそうな気はするけど、それをするには3つはいる。スイッチで2つ。あ、ちょっと待って、この弾がそんな使えるのか。ああ。使えるか？使えるんじゃないかな。こうして、こうして、こう来たら、こうじゃん。ってなると、そうなるので、4つ取れるのです。4つ取れるから、取れるから、あとは4つを順に持っていくんだけど、先にこう、これ切り離さな、これを切り離さないといけないんだけど、あ、切り離さなくていいのか、最後のは。最後のは連れてってもよくない？そのまま。違う、ここと、それぞれのっけ。最後のは、普通に入る。違うね。先に入るんだ。こうし、これでいいじゃん。これでいいね。パズルだ。で、こっち来て、ケージ。うわぁ、すごいステージ。すごいステージだ。ゴールするためには、緑を反転させたいっぽく見える。ここにブロック持ってくることもできないだろうから、緑反転さえすればいいような気はする。緑は左右に2つ。最後どうやってこれ押して入るんだろうね。こうか。これが可能なのか。最後は鉄球連れてやってくるような感じがしますね。鉄球が4つもあるんだよな。でもな、鉄球が4つもあるんだよな。赤が、赤は違うね。二つあるね。うわぁ、すごいな、このステージ。40分かけよう。赤と青、どっちの部屋から行くべきかな？青い部屋は、入ればいいっていう感じ？ああ、でも違うか。ここはなんか左右に入れ違いになるんだよね。スイッチが。ああ、でも帰ってはこれそう。青い方は、ここに入れてしまえれば良さそう。だけど、青いスイッチを踏むってことができないのか。これか。この自分の下にあるスイッチ。青いブロックをなんか動かしてあげたいのか。それをやるには、この鉄球をくっつけたい？じゃあ赤からなのかな？終わったわ。こう置くと戻っちゃうしね。ここは一人では、というか、鉄球連れては来れないので、一人になって通ってきてあげたいところ。
なんか手持ちのものを失うのはあまり良くはない気がする。通れないしね。これを押して、マジか。
ここは全然わからない。そんな時スイッチを離し、違うな、ここに自分がいる状態でスイッチが押されて、さらに2つここに何かがある状態、このブロックは取り出せないので2つないな。ここをもうちょっと頭のいい解き方ができるのかな。この鉄球を、鉄球1個ロストしてるのは、なんか序盤にロストするのはない気がするんだけど、これでくっ、あーなるほど、これでくっつけなければいいんだ、くっつけなければいいんだから、これがここにこう来てて、そうすると2つ使えるので、物が2つあり、待てよ、違うな、ここでくっつけるんじゃなくて、くっつけるな、これで、なんか良さそうな感じになったかな。と、一番下のはスイッチ、あの箱は実際は使わなくてよくて、こことこの辺りに置きつつ、スイッチを押して入りたい。むずいのかな。左端のあれを使わないわけがなかろう。失うのはなくない？わかんない。ないのかな？こういう入り方をすると、そこで失っちゃうのか。ああ、箱はまずい。うん。箱をそっちに押すんじゃなかったのかな？もう。だったら、これがこう来て、スイッチ踏めないか。これを踏んでいたものがちょうど外れたときに自分が上に入るな。ここで縦3列が作れれば一番いいんだけど、それが
ちょうどできないんだよね。それ以外で入る方法は、なんか間に隙間にはめてこればいいんだ。はめてこればできるね。できるけど、できるけど、あっちに行くほどのものがない。下の箱は取れないし、パーツが足りない。それだったら。足りないんだろうな。箱をうまく使う方法がどうすれば、無理か、そもそもここにこういう形で縦になって真ん中に鉄球が入ってるっていう状況が無理なのか。難しそう。そこにスライドしてくるのが難しいか。赤にしてもここの通路って鎖を切っておかないと渡れないような感じがするのですよ。鎖を切ってしまうと鉄球がもうくっつけることができないので、それだと最後、一番最後、一番上を突破することができなくなってしまうのでは。もしくは壁に挟まれた状態から下に向かえば一人分のマスとして戻ることができるのか。そういうものを使う可能性は全然あるな。あそこにある鉄球って多分そのためなんだろうな。じゃあ赤い方は入れればいい。入れればいいんだけど、ここの扉から入ることができ、
ここの扉から入ることができる方法ってある？スイッチが押されてて。なくね？このからくりで壁にはまったとしても抜ける方法はなくない？入るのも出るのもここなのかな？本当？どうやって入るの？こっから鎖付きで僕が入る方法。鎖を閉まって一歩でも中に入ればいいんだけど、1,2,3,4 そんなにピースないっすいね。これはもう鎖なくしてるからダメだよね。それはわかるんだけど、今回解けないのは左下かな。左下の入り方が解けなくて40分のコースだね、これ。めちゃくちゃ苦手だな、この固定スイッチ。スイッチがオフになった状態で、あそこに入る。ここまでは、まあ、合ってると思う。ここまでは合ってると思う。こっから先、赤い色が反転した状態から離すでも通れない。下のルートは鉄球があっても鎖があっても通れない。左側にある木箱、ここにある木箱は外に取り出せない。右上の部屋にある木箱も取り出せない。木箱は基本その場で使い捨てになるはず。この木箱をね、左に押すか右に押すかでだいぶ方向性がブレ、未来が変わっちゃうんだよね。出てきますと、右に押した時に
でも右に押すということは、この鎖いらんくなったのかな、鎖じゃなくて鉄球、この鉄球あれ解除した時点でもういらんのかな、もう一回切ってみる。行けなくもないような道が今見えた。鉄球を、ちょっと待てよ、これは。これ持ってくの辛いんだけど。鉄球をくっつけずに。下にこの2個隣り合ってるのがすごく嫌だな。この状況ってなるよね。嫌だな。これ話したいな。鉄球はここにあって、こう入ってきて、その鉄球にくっつけて上にスライドしてみたいな。あーでも違うか、それだと ここ入れないか。ボタンがオフの状態からオンの状態にならないといけないから逆だね。主人公、箱、鉄球っていう順番にしようとしたんだけど、それだと、ボタンがオンの状態だから、そうじゃねえのか。するんかなと思ったらしないんだね。
最初もうちょっといい切り方はなかった？このブロックをどかしてあげたい。どけた。で、ここから、そのスイッチを押した瞬間に自分が上に入っていたいだから、スイッチを押して、瞬間左に向かって主人公はここから左に向かってだとここに縦にあって違うか、うん、鎖が復活した、鎖が復活した、そうなの？するのか。こうしてが、ここってことあるか、ある、ある、うあるか、こうすれば戻れるから、あー右上がクリアできた、右上これでいいのか、で、う、まあ、バラバラになっているので、す、でやっぱ解けないのが左下ですね。 ずっとこう考えてたんだけど、どうしてもね、なんかボタンを押した瞬間に、ここの壁の中に自分がハマってるっていう状況が、どうしてもね、作れなくてね。解けたと思います。解けたと思います。
まず右上を処理しましょう。このまま行っちゃって間違えました。で、これを乗っけといて、こっち来てずらして、挟まれて出ると鎖が復活するので、鎖をこれにくっつけますと。で、こう来て、これをこっちに入れて、で、こうしてこうしてこうすると、ここは帰れますと。ここは OK。ここまでは分かってた。で、どうしても分かんなかったのがこの左下なのですが、まずくっつけ、これを離したい。これは違うところまで持ってきたいので、あ、順番間違えたか。間違えました。先に下のやつを引っ張り出しとかないとダメなのか。こうしてこれをくっつけて、ここで外して、で、これをもう次の準備をしておく。全部ここ、全部ここ考えてみれば、最終的にここの青いスイッチでガチョンってなった後に、左側の青いところまで壁伝いに移動しないといけなかったので、あ、間違えた、違う。ここは押しとかないとダメ。こう来て、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 ここはさっきと同じやり方をやって、違う。こう来て、こう来て、こう。で、この鎖をくっつけないように、ここに持ってきて、こうして、こうして、こう。そうすると、こうなるので、こう。これな。これですよ。これを僕は、1時間以上発見できなかったんだね。ここからこう行くと、そこにくっついてくれるんですね、鎖が。これって今まで出てきたかな、この鎖の使い方で。出てきたので、鎖くっついてるけど、このままこうですね。ああ、一番難しかった、ケイジ。一番難しかったんだけど、さらに難しいステージ、プリザーベーションがあります。プラスの4、プリザーベーション。